Twitter やインスタグラム YouTube などで子どもの成長や日常を発信している方も多いかと思いますしかし今そんな発信が議論の的にきっかけは著名人による投稿でした先月ジャガー横田さんの夫で医師の木下博勝さんが 救急搬送されベッドに寝ている長男の写真を投稿したところ物議にまた、とある男性タレントが遊園地で5歳の息子がおもらししたところをブログに公開したところ公にするのはかわいそうなど親の発信による子どものプライバシーや肖像権の侵害が懸念され批判が続出しました。 こういった事例は海外でも。ハリウッドの女優のグイネス・パルトローさんが娘さんとのツーショット写真をインスタグラムに載せたところ当時14歳だった娘さんはこんなコメントを寄せました私の許可ななしに写真を載せないでそんな中注目を集めている言葉があります。それが、シェアレンンティング。 共有と育児を意味する言葉を合わせた造語で親が子供の写真や情報をインターネット上で過剰に発信する行為のことフランスでは今年子供の肖像権の保護を目的に過剰に子供の写真を公表する親を取り締まる法案が提出されましたツイッターでも懸念の声が 分別がつくようになるまで、親はこのプライバシーに注意すべき。恥ずかしいことや身体的特徴がデジタルタトゥーになるのは問題。子供の顔や成長の発信は個人情報を晒すのと同じ。自分の子供でもどこまでプライバシーを配慮すべきなのか考えます。 はい、山崎さんいかかがでしょうかいやインスタグラムとか見てると、うん、結構みんな自分の子供載乗せてて何歳まで乗せるんだろうっていうふうに思ったりするんですけどうん、うん、個人的な考えとしては保育園とかに通い始めると、うん、まあ社会性はある種子供も持つじゃないですか、はい、第三者に認知されることも増えるし、うん、個人情報を知られる機会が多くなるので、うん、なんかそうなってきたらちょっとやめた方がいいんじゃないかなって思っているのと。うんはい、で子供自身も それを自分がのずっと乗っていってるっていうのを見たらきっとこう危うさとかデジタルタトゥーとかっていうことを一生残ることを理解せずに見たら、うん、むしろこうアルバムみたいに思い出を残してくれてるみたいに思って嬉しいのかもしれないなって思ったらあ言うてもこの SNS って10年ぐらい続いている中で当たり前にみんな使ってきてる中で。 本人がそんなに嫌がってるっていうことを今までそこまで聞いたことがないなって思うんですよね、うん、なるほどあのその意味で言うとオープンクローズみたいな概念がね、はい、子供にはなくて、うん、それが誰でも見られるのか家族だけ見てるのか,とかお友達だけ見てるのかとか、うん、そういうのもないですね。よね、うん、そ,そこの分別がつかない状態で見たらもしかしたら嬉しいって思う、はいうん、子供もいるのかなって思いました、えー、うん。今10年という話されましたけどだいたい10年ぐらい前からこの概念が出てきてですね、はい、今やもはや海外ではその法規制をかけようという動きもあるみたいですから、うんはい、まあ日本 にもきっとそういう流れが来るかもしれないということで、どう考えたらいいのか考えていきます。では、ゲストをご紹介いたします。えー、俳優の足立由美さんの母親でタレントの足立優里さんです。足立さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え、まずはですね。息子さんが救急搬送されたという sns 投稿こちらから見ていきたいと思います。 まあ、その時の様子ということで、まあ、投稿されたということなんですね、あのベッドで寝ている写真を SNS に投稿したところ、まあ、見た人たちからさまざまな声が上がったと、でご本人に、ですね、えー、木下弘勝医師ご本人にお話を伺いましたところ、えー、この投稿写真というのは、回復して元気になった後のものなんですよと、はい。普段から息子が嫌がる場合はアップをしないで、話し合った上で投稿してるんですよというお話だったんですね。だけどもここのの事情をを知らないいででですねその救急搬送されたた息子ということう、まあ、写真を見た人 たちはですね、えー、もしかしたら、えー、戸惑った人もいたかもしれないっていうことなんですよねまあどう考えるかってことなんですが足立さんまずこれいかがですかえでも、うん、あのまあいろいろな受け止め方はあると思うんですけど、はい、もうだいぶ大きくていらっしゃいますよねうん、うん、その幼稚園生とかそういうおっしゃる通り世代ではないですよね、うんっうん、だったら例えば例えばですよもしそのお父様が勝手に乗せたとしても、うん 自分ででせないでって、うん、そこを親子バトルで解決できるぐらいの年齢な、うん、だったら、うん、まあいいのかなでももともとね <laughs>、はい、話し合いができてればもっといいと思いますけど、うんうんはい、なるほどまあ,あの時代は違うかもしれませんけども足立、はい、さんご本人としてはそういうところってどう乗り越えてこられたっていうか、はい、どういう向き合い方をされてこられたんですかなかったのでてるその範囲で のなんだろう公開、うん、例えばそれが雑誌とかは誰が見るか分からないですけれども、はいえー、その雑誌を見る人っていう範囲で見てそのたく数の方が見ても構わないような記事でお願いしてましたねその時は。結構気気を使使いいままししたたかやっぱりは、ね、あの何<の>、うん、て言ったらいいんだろうやっぱりそのイメージが一、うん、回間違えるとそうなってしまうような状況って。はいはいえー い有名人ですからね一般人でいそうですねはい今はもちろん許可なく私が載せたらそれはそれで問題なのでまあんか勝手にあまり載せるとかそういうことは今ないですね今っていうかまあその由美が由美自身として雑誌に載るとかそういうこと以外にはないですね なるほど、まあ、ですからこれを、まあ、いわゆるシェアレンティングという言葉で初めて聞きました、はい、私も初めて今回知ったんですけれども、はいまあ、シェアすることとペアレンティング育児、はい、共有育児。 いうことで親が自身の,その子どもの情報とか写真をインターネット上にまあ載せることなんですけれどもまあこれが行き過ぎると本当に問題でさまざまなね問題を生じますよということで警鐘を鳴らしているそして海外では法規制もという動きも出てきているということですえデジタルタトゥーとして公開したものが一生子どもの人生につきまとう可能性がありますよねとそれこそ,えーまあその性的被害に巻き込まれるみたいなこともありますしいじめの対象になったりとかですねあるいは 他の人と比較するようなことを子どもが結果的にネット上で見て、まあ、いいねの数とかねこういう比較の対象にも,、まあ、おも思わずしてそうなっちゃうみたいなこともあるよということですね。ちょっとここのコーナーは弁護士としてお話をさせていただきますと、まあ、あの足立さんの件にしても木下先生の件にしても、まあ、ある程度、名の知られている有名人の方が。まあ その芸能活動的なものの一環として、まあ、プライベートの部分ではあるけれども公開するっていうのはね、まあ、あの今問題になっているシェアレーティングの問題と少し本筋ではないと思うんですね、うん、今問題になっているのはそういう趣旨ではなくて、まあ、インスタグラムにしても他の SNS にしても、まあ、特にあの別に芸能人であるとか有名人であるとかいう方ではないけどもね 私の赤ちゃんです今日はこんな可愛いい子ども、えー、ってやってる写真がどん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 残っていってることの問題だと思うんですけれども、うん、でそこで言うとやっぱ子どもの権利人格の権利と大人の人格の権利はまず別の存在だっていうことは確実に意識しておかないといけなくてでそういったまあよく言葉で言う肖像権とかプライバシー権っていうのはそれぞれ独立して存在している、うん でも子どもは自分が被害に遭った時に自分のプライバシーが侵害されたって言えないじゃないですか子どもだからだから親の立場っていうのは権利が自分で主張できない子どもの権利をできるだけ守りましょうっていうのが親の義務なわけですよねまさにそれがペアレンティングの部分に出てくるわけなのでということは親としては分からない以上子どもの権利が傷つかない方向リスクを減らす方向を減らす方向にあの行動は 自ところがさっき「いいね」の数を競い合うみたいなのがありましたけどやっぱり親の立場がお友達同士のまあ子育てマウンティングをしてるつもりはないかもしれないけれども自分の親が自分の「いいね」をたくさん増やすために子どもを材料に使ってるというような側面があるのであればそれは 結果的ににに子供の権利が侵害された時に親に責任そのケースだけでなくて良かれと思ってたとしてもそうでもない可能性もあるってことも抑えとかなきゃいけないですね。うんうん、はい。だから僕は法規制までっていうのはねフランスらしいなと思ってちょっと大げさな気がするんですけど、うんはい、そういったところはやっぱり子どものためじゃなくて自分の自意識のためにやってるっていう自覚は それぞれ親御さん持ってある程度自分を自制するという意識が、ね、その意味で言うと、まあ、イギリスのある調査ということになりますが子どもは今やです、ねえー、13歳になる前に1300枚の写真が SNS 上に上がるといろんなところに映り込んでいることも含めてなんでしょうけれどもうそういう時代だとこれらの画像が、えー、小児性愛者によって悪用される可能性をこの調査では指摘しているで今ありましたようにフランスではです、ねえーこれえー、シェアレンティング。 法規制の動きがあるということでして、法案の中ではですね、両親2人の同意が公開には必要だということなんですけども、結果的にはですね、これは可決今されてませんで議会議会で練り直していると、うん、いうようなことになっているという状況ですね。さあ、パ馬君どうでしょうか。あのまあ、先生の、えー、見解もぜひ聞きたいんですけど、僕はあの把握している限り、子どもの人権は ほ,ほとんどあの親に託されていると思うんですね法律上、うんうん、子供なんか問題を起こしてしまったら親が責任を持ちますで子供になんか問題があったとして例えば裁判をこうして賠償金を払ってもらおうとしたらそれも保護者の親がもらうことになってるんです、うん、子供はまあ親に属しているような、うん、え構造になっていると思うんですけど保護者である親が自分の子供のことをしっかり考えて一番いいことをやろうとしてるならば外から そんなに口出しはできないんじゃないかなと思うんですよ。我々がこう,こうやってねあの、注意喚起して、うんあの、傷つくかもしれないよ、考え直すべきかもしれないよっていうのはいいかもしれないです、その,あの知識向上のためには。でも、だめ子どの写真アップしちゃダメ、うん、って、なんか、そんなに干渉していいのかとマいクン、じゃあその点でいきますとね、はい、外からって言いましたけど、これは外からだけじゃないっていうのが一つ、訴訟として存在してまして。<あ>30年経ってからその子が かつての写真について裁判を起こすということが現に起こってますいやあの。有名な訴訟。はい。分かってます。有名な訴訟です。そうそうそう。そういうケースは裁判で全員争っていただいてもいいと思うんですよ。いやだからそれがその被害者が口出してるんですよ。外からだ。今怒ってる人は被害者ではないんですよ。そうか。子供のことを考えているつもりなんですけど、親より子供のことを考えている人いる？なるほど。ということです。なるほど。家族間の問題とこれは別だと。 外から言うことと家族間で後から訴訟になるのうがそれはまた違う例えばねごめんね子どもの物心がつく前からスポーツを習わせる親もいるんじゃないですか止めますでもら後から文句言う子はいますよねだから無理やりやらされたあとで文句言う権利は当事者にあるんですよこのケースにおいてなるほど外から言わないだろうゼロ0歳からあなたはお医者さんになりますよとしっかり勉強しなさいよと一流幼稚園 小中高大に変え合わせますよと子供のビジョンを子供が背負わなきゃいけない育て方は僕はあまり良くないと思うんですけど止めませんどうなんですかそこはある意味ではもう親が茶論をもう認めるというかその過程に生まれた以上はねある程度もう外からどうこうじゃんかもしれないですよあのもちろんその虐待とか性的暴行とかは許せませんよそれ止めなきゃいけないけど親が子供のことを考えたつもりでやってる場合はまあ教育してあげてもいいけど。 どどな,どな位置のだからその介入してね公権,、うん、権力で介入して親を止めることは僕は理屈上技術的にも難しいいとと思思うしうで、ん、できないと思うんですよだから親はただあれっていうあとになって本当だったらあれって思うようなことをその瞬間は自分がしたいことなんだけど自分がしたいことだっていうことを。 自分自身でも正面から認めなくて子どものためにやってあげてるんだっていう言い訳を自分にした上でやってることも僕はいろんな場面であると思うので今回の SNS だけじゃだからそういう時に親は別にやるならやったであなたのためにやったんですよじゃなくて私は私のためにあなたを使いましてごめんなさいって言える覚悟でやるべきだと、まあ、僕は子どもとか全然いないので申し訳ないないと思うんですけど年齢によるけど同意をどう取るかとか、うんうん、どう伝えるかっていうのはありますね足立さんいかがですかこの、まあのの議論ああまそ 外側がとやかくいう問題ではないいっていうのも一つあると思うんですけどでも小さいとねその意思をどう確認すればいいのかっていうところもあってさっきのあの習い事の件もそうですけどなんか無理やりやらせたからこそ,その何かね人生に結びついたりとかするケースもたくさんあると思うんです。でうちの まあ、由美じゃなくて、由美の弟がいるんですけど、私が留学したらって言ったら、もう絶対嫌だって言って断ったのに。今もういい大人ですけど、なんであの時、無理やり生かしてくれなかったのって、今いましたら言う。で,でも、中学生だから、中学生の時だったから。 全然自分の意思がはっきりしてるから「え絶対行きたくない」って言うからじゃあ行かなくてちょっと子育て論全般になってきたら一回戻しますと習い事とかね留学とかそこは分かるんですけど SNS 投稿の画像の件ですよね載せられたくなかったのにあるいはプライバシー情報みたいなことが誰もが読める状態でそしてずっと残るということに対して子どもの許可何歳からかよく分かりませんけども取れるのか取らないのかとか言うのか言わないのかとかここどう思いますか そこが一番難しいところであって、うん、もしその性的被害とかになるんだとまたちょっと外れて、ね、しまいますけど、はい、その性的被害を起こす人が悪いだと思うんですよ、うん、どっちかって言ったら、はい、でもそこ取り締まるのが難しいから自分の身は自分で守りましょうねっていう話だとも思うので。うんなるほどね あの例えばねさっき、ちょっとチラッとパックンとのやり取りの,、うん、あのお伝えした訴訟の件ですけども赤ちゃんの裸の赤ちゃんのモデルとして採用された子がね、はい、30年経った後にいやこれはもう児童ポロに当たるんだと本人としては納得いかないということで裁判を起こしていると旦はですは、ね、訴えを退ける判決出てるんですけども控訴する意思を示している戦い続けるって言ってるんですよねですから、はい、子供が後からなんてことしてくれたんですかってこうなりかねないっていうことをねどう考えるのかなっていう うん。<laughs> でも、その赤ちゃんと、その大人になって、その人を結びつける人って、どれだけいる。<laughs> はいうん、まあ、そうですね、確かにね、そういう意味ではね、これは極端かもしれない。したら、自分が、自分で、はい、あの、こう、公にしているような、きさえ、えー、私はします。なる、ね、山崎さん、どうですか。すかね、ここまで <laughs>、うん。これ、もしかしたら、S. N. S. に。 その写真の掲載とかだけじゃなくて、うんうん、例えば子役から仕事をずっとしている方だったりすると本名でお仕事なさっている方がとっても多いじゃないですか、うんはい、でも本人としては本名でその公にそれを知られたくなかった、はい。 とかっていう人ももしかしたらいるのかなって赤ちゃんからやってたりしたら特にいるのかなってなんとなく思いました、うん。だって検索したらヒットするんですもね。そうでもそれで小の方がヒットするから。小学校とかでやんや言われたりとかして、うん、まあその子の性格にもよりますけど、うん、もしかしたら自分の名前じゃなかったらバレなかったのにって思う子もいるのかなって思いましたけど。うんうんはい、物心つく前にね、モンスタートしてたりもする。うん、それってしょうがないですよね。<laughs> ね <laughs> うん、つまり我々だって子役の映画。 お金でも払って見てるんじゃないですか。うん、その子供のどうやどういはどうやって取ってるんですか。うん、法律上はどうい出せないんですね。保護者に託されてるんですよね。うん、だから保護者が選んだ道を、うん、外から口出し出すのは難しいと思うんですよ。いやだからこのアメリカの裁判みたいに大人になった時に、いやこれは私自身にとって深刻なまあ人生にすごく悪い影響が及ばされていることだということで。 訴えるケースっていうのはあると思うんで、す別にこの写真の件に限る。だからそういったリスクを抱えて子供の代理人として、例えばまあテレビで出るとかこういうモデルになるとかの場合はあるんだっていうことは親は思ったかないといけないと思います。すみません、いいですか。その訴えてるそのご本人が訴えてるのは誰を訴えてるんですか。えっとこのケースはさっきはあの親ですね。あ、だか大きくなって子供がその時親を訴えてる。なるほど。はい。 夏尾さんここまででどうしうしょか、えー、とまずですね、子、うんうん、役で出る方の、うん、っていうのは、まあ、親が同意してやっていてそれも,、うん、ものすごいケースが少ないので、はい、まあちょっとここは外して考えないといけないと思います、はい、この SNS に写真を上げてるっていうのは正直、何も考えてないよに、ね だかも何考えてない良かれすら思ってない可能性があって単に自己発言で僕は SNS に個人の画像を上げてる方ってたくさんいらっしゃるんですけどこれ誰に対して言ってんだろうと SNS ほとんどの場合はクローズドっていうのができてやっぱり自分が許可した人だけに見せるっていうのがあるわけで僕やっぱり想像力足りてないのかもしれないなと思うのは。 ある程度なんかこう出てる人は絶対やらないですよ。 なぜかというとそのサイドエフェクト副作用が大きいことをやっぱりなんとなく分かるからでそれが気付いてないでやっているってことはもうちょっとやっぱり啓蒙が必要であの場合によってはやっぱり18歳未満の個人の意思が確認できない子どもの画像を勝手に上げるのはやめましょうっていう啓蒙活動はやった方が僕は子のの保護ためにいいいと思ますだって何にも気付いてないの。 僕だから最初にもうあの芸能人の人と違うって言ったのは同じあのこ本当にねこうスクローズドなその有名人の方とかではなくて本当に身近な小学校のママ友幼稚園のママ友同士の、うん、本当こうやったら失礼だけどマウンティング合戦みたいな形で SNS の「素敵な私の子育て」って言ってるう見受けられるケースなんかで結局そこから親同士がもめたりするわけです SNS の中で、うん、あの人どうやこの人。 私お母さんが私の写真を上げた僕の写真をアップしたことが発端であそこのお母さんとこっち私のお母さん仲悪くなったんやとかそういうことにももしかしたらなるかもしれないと思ったら、うん、本当にあんまり不用意に何も考えずにっていう部分、うん、夏野さんがおっしゃったようなことっていうのは本当にあんまりまあですやってうんうんっていう話だしたけど、うん、やっぱり YouTube に出して視聴数を稼ぐっていうのはもう明らかに経済的目的になっちゃう、はい、経済的に得たいからっていうことで例えば自分の子供の成長過程を出すみたいな親御さんが出てくると、うん、今度はこの芸能界で子役デビューする人と一般人の間が出てきて、うん、これはこれでまた違う動機でやってますから、はいうん、これも注意が必要ですよね家族総出演 YouTuber みたいな方とかね。 いやだからそういう意味で言うと子どもの人生をあの親が巻き込むなっていう考え方はあると思うんですね。パックそこはどう思いますかね。どういうふうにこう正、うん、まあ、うん、やっぱりのばらしにしてると、ね、あまあ啓蒙活動はぜひ行っていただきたいと思いますよ。うん、でもあの最終的に親が正しいと思ったこと例えば法律の力を持って止めるとか、はい、そういう話ではないなと思うんですよ。ね、はい、あの確かにその公約と、うん、あのまあ、えー、PTA のママ同士の えー、ツイートの間に、はい、YouTube で自分の子供の家庭を見せる、うん、そのパターンはあると思うんですけど、うん、変な話世の中の親も必死ですよ、うん、我々この部屋にいる人ほど簡単に稼げないんですよ、うんうん、みんなこれでちょっと稼,稼いでよりいい人生を自分の子供に提供できるならちょっと我慢して一緒に頑張ろうって思ってる親世の中にいると思うんですよ。そそ、うん、そういうういい人もいるそうだからのの方の 必死さその方がお借りてる状況とか何も分かってないでやっちゃだめってそれはメリットの方なんだけど今どちらかというと議論しているのはデメリットがいろいろ大きいからというデメリットもその方が考えてそ自分のて、そうだから保護者が考えてるわけですよ保護者の責任ですよありがとうございますその上で今話していたのは主にこの肖像権の部分ですね SNS に画像を載せるということなんですけどもう一つはですね その知られたくない秘密みたいなこともあったりするということで最近で言うとですねお漏らしをしましたということを SNS に上げてこれをまあ結果的にはですね削除することになったということなんですけども言われたくない秘密をこう言われてしまったそして他の人が知ることになったというと子どもが傷つくということここ,ここも大きな意味で言うとシェアレンティングだというふうふに思うんですけどここはどういうふういふに考えですかん分からないですけどその載せた親御さんは。 ちょっと微笑ましい。うん、きっとあるかも。うん、で、載せたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そのお子さんが何歳。かにもよる、うんうん、あ、ご,ごめんなさい、五歳ですね。五、はいうん、歳だともう、なんか自分の世界ってあるじゃないですか。はい、例えば幼稚園なのか、はい、保育園なのか。そうなると、ちょっと。 厳しいかもしれません、ねうん。うん。うん、お父さんが自分でお漏らしした時の写真をアップするばいい。そう、で、そうなんですよね。別に親子じゃなかったとしても、例えば、まあ、友人だとしても。自分が言われて嫌なことは言わない方がいいじゃないですか。うん、その理屈って親子だと破綻するのかなっていう風に。でも、まあ、お漏らしはあ,<ー>あの、子供の可愛らしいエピソードでもあって。あの、友達同士だったら、あれなんですよ。でも、可愛らしいって思うのは大人の感覚であって、もちろん子供自分がうん、うん。はい。 言われたら、嫌じゃないですか。で、すそれって大人の声で,、ね、ですよ。うん、だから、ここはこの辺は。多分やめるべきだと思うんですよ。うん、で、本人多分すごく反省してると思うんですよ。うん、あのアップした大人も。もうんうん。自分が言われて、嫌なことは言わない,い。いや、やっぱり何のためにやってんのかっていうのを。うん、そのいいねがつくなんて、何の経済効果もないし、うん、何の目にいってもないわけですね。うん そういうことになんか地道を上げるのやめた方がいい, <laughs> い<や> <laughs> おっしゃる通りなんですけどもでも、でそれで子供が巻き込まれることをどうまあ防ぎますかって話で、うん、まあ法律まで作りますかっていうところなんですけどそ,そこはどうです啓蒙っておっしゃいますけどまあこういう番組をやればいいのかっていうあまそういう番組とかって見てる人し、はい 限られないしまあし正直言ってアベマプライムを見てるような人は, <laughs> ううは一回そんなことやんないと思うんでうううやらないってことねや,やらないんでああじゃやらないから全然こリテラシアでいいと思うんですけどああやっぱりやっぱり,あやっぱりね僕学校教育でこの SNS の問題を取り上げてないのが大問題だと思っていて本当にねうちの子供も今高一になってね、うん もうほとんど役に立たないタブレット P. C. を買わされたわけですよ。<ー>クローム P. C. を。<ー>で、これがまたね。たあの、うちの子供はもうすでに。 あのマックを持ってるわけでそれなのにもうサポートができないからっていう理由で全員一律で、うん、もう超機能が制限された PC 持たされてう、ね、で,で YouTube も見れないし、うん、SNS のアクセスも禁止されていて「うん、な何やんだこれ」みたいな <laughs> そんなことになっているわけですけど。 そんなものを配るぐらいだったら SNS でこういう危険があるんだよとか LINE のトラブルの問題っていうのはもう中学時代からいろいろ話があるんだしそれから親御さんのね BTA の会なんていうのはいくらでも小学校時代からあってそこでやっぱりねお子さんをあげるのはやめましょうよっていうのはあのうちの子供が言ってたの私立の小学校だったんで言ってました。 あの学校で写真を撮るのはやめてくださいとかそれから学校行事の写真を撮ってアップするのもやめてくださいとかそういうのはもうきっちり私立はやってますけどそれは。 事実に関係なくですね口実でも全部やるべきでほとんど機能が制限されて PC 配ってる場合じゃなって今や全然みんな1億総 SNS 時代というか誰でも彼でも何かしら1個はやってたりするじゃないですかだからそれに対する使い方だったり注意点だったりとかっていうのを大人も学ばなきゃいけないけど子供にも教えなきゃいけないじゃないですか。それを教える人 誰なんだって感じですよね。うん、そうですね。うん、親も、ま、学ばずに来ちゃってるからね、うん、こういうことになっちゃってるという。じゃあ我々これからテレビにも未成年を出しちゃいけないんですか？え、うん、<う>そういう話ですよね。えででで,でもちょ何が違うんですか？だって子供の同意が。 確認できない。親のえっと子供とで確認してるはずですよ。事務所が全部。あでも人口はすごい制約書書かせて。未成年は親とで一緒だよってこと。そうだから親と一緒ですよ。いやいや同意書。子供の写真を撮ってあげるのとあげていいって子供がいいって言ったらどうですか。いやいや子供がいいだけじゃなくて親権者としての親がそれを全部同意してるっていう文書が残ってる。文書がないから一緒ってことだね。だから同じ。 子供がいいっていうなら一緒だとしていいんじゃないですか文書があろうがなかろうが一緒だと同意を取ってるのは一緒でないじゃあ逆に同意書を残しましょうっていうことを言うべきですだからそこまでやると法規制になってくるってことだねいや同意書残しいた方がいいと。えでもどっちも子供の同意はあの法律上のあの第三者に対しては親権者意味がありますけど親子の間でまああの法律上のまだ親権者が必要であるとするとあの 母親がやるときには父親の同意が必要で,、ままあ、でもパックね、その意味で言うならば、はい、SNS 投稿もテレビに出るのも同じぐらいのリスクだっていう認識が必要だと思う、うん、ワ,ワンツイートで人生終わるっていう可能性があるよっていうのは、うん、その意味で言うと本当に同じだと思うね、同意も取らなきゃいけないっていうのはご意見で。我々これから例えば地方の,、うん、あの子どもの何スポーツイベントとか、うん、学園祭とかの映像を見るときは、全員同意書。 確実に取ってることを確認しますかいや今はだから全部顔隠します、うん、でもそれ<で>そういうテレビも全部そうなってなから極論すればそういうことまでした方がいいんじゃないですかっていう意見は別にさほどおかしいことではないんですよ運動会 DVD なんていうのはその学校の保護者しか買えないし、うん、クローズですよ 極めてクローズででも終わりなっちテレビで出る時には全部、うん、これは、ね、許可取らないとにね<は>、うん、大変だ全部モザイクそういう時代だっていうそういう世の中でいいんですよでもそういう世の中に今なってます <laughs> <れ>でも僕はテレビでだからそういう世の中にしているのは僕はやっぱり過剰な自意識がすごくたくさんの人に一億そう sn 年時代もそうですけど こうアンバランスな知識がすごくこう個人の中で出てきてるから、誰と思うんですて誰もが投稿できて消せないっていうね、拡散するっていういいねがいっぱいつくのはお金にならへんけど気持ちっていうのは僕はすごくわかるんです。時間からくださます最後おいします。大丈夫であの親世代もそのなんだろうリスクとかが分かってないと思うんですよ。それは私はもう内部年を取ってしまってるんで、もうない時代で育ってしまってるから、今急にへすごいなっていうだけでそのリスクがね。 理解ででできてないいいんですよ、うんすすすだだかかからだと思ま山さが最後やっぱりその学び直しリスキリングじゃないですけど、うん、SNS っていうものがもう当たり前にこの10年あるっていうことを考えると、うん、もう全員がそのリスクであったり使い方であったりマナーリテラシーも含めて、うん、一旦立ち止まって考えるところがあるっていうのは必要だと思うんですよ。いそそのの中でやっぱりその 出る上ででの許可であったりとか、はい、魔法整備まで行くかって言われるとちょっとまだ私の中では結論出ないんですけど将来成長してから咎められたら分からないし子どもの記憶ってどこで変わっちゃうか分かんないんですよ。そっていうふうに軽く言ってたとしても、はい、大人になってからそんなこと言ってないって言われたら親も親でかわいそうだから、うんうん、一応なんか書面であったりとかっていうのは取っておいた方が 安全だとは思うんですよね。ただ、S. N. S. で、もうすでに出しちゃってる人は、じゃ、どうするのかってなったら。こごめん。こっから先の話なんですよね。今取って、もう載せちゃってる人は、いつ止めるのか。なるほど。消しときましょうよ。消すっていう。のは早いうちに消した方が、私のいいじゃないかと思う。いや、僕は、あの、子供の育ってる家庭を見るのも。 すごく好きだしい。もちろん、でも、あの、テレビで見る子供とかも、可愛いと思うんですよ。あの、動画で見る子供も、あの、ツイートで見る子供も。で、もちろん、世の中には、あの、リスクがゼロというものは全くないんです。でも、その被害希望と、反応の希望が、全然違うと思うんですよ。こんなに、もう、子供の顔が見られない世の中にしてしまうのは、過剰反応ではないかと、やっぱり思います。第一のご指摘だと思います。ありがとうございます。 あたしさんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましありがとうございます。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。